今日は土曜日です。昨日ライブ配信で楽しい時間ありがとうございました。今日はジムはお休みサボってお昼飲みカールスバーグとローソンさんのおつまみでいただきたいと思います。まずこのお野菜のガーリック炒め、3分ぐらいか。珍しい、なんかコンビニ進化してる。で卵豆腐半額やったからゲットしました。すごい着々料不使用。お昼飲みこんな感じです。早速これナットガーリック炒め、美味しい。ニンニク効いてて、セブンイレブンさんちゃんはいつも癖で、ローソンさん珍しく行ってみてすごい品揃えがいいっていうのに気づいて、あとすごいのがあった。サーモンとお野菜のキッシュ、ワインに合うおつまみが結構多くて、ほんまは今日はランチのペッパーライス作ってみようと思って、牛肉と白ご飯が玄米しかないから白ご飯とコーンと買ってきて、お家にあるジョジョ園の焼肉のタレいっぱい余ってるし、ニンニクも一かけバターあるから、それ作ってる間耐えられへん、空腹で耐えたくないから、ちょっと一次会はローソンさんのつまみということで、やっぱおつまみ紹介の時は顔別に隠した方がいい、こっちに集中できるから。スモーク味って燻製のことかな。唐揚げって手羽揚げって書いてんねんけど、カラッとはしてない。この燻製風味の気分の時はこれいい。手羽の唐揚げのコンビニさんやったら、私はセブンイレブン手羽の中のあの唐揚げ、あれが一番好きや。これはもうこれもやんないとハイボールに合う。ビールの次ハイボールしよう。ローソンこの卵豆腐、普通に美味しい。スーパーで言ってるのと同じ感じで、すいません、またってうるさいって。どうしてもカールスバーグこれ気分になったから一本だけ。行くスーパーによってハートランド売ってるとこ売ってないとこあって、カールスバーグ売ってるとこ売ってないとこあって、これが幸せ。お次はハイボール、ブラックニッカ 2.7 リットル。なんやろ、最初大きく感じたけど重く
感じたけど慣れてくる。軽い筋トレにもなっていいね。ちょっと氷あんまり作ってないからこのステンレスのコップで、これでいってみようか。強炭酸あとレッドがすごい。はい、あれ買おうかな、炭酸メーカーソーダストリーム。おい、手羽先スモーク味、おい。ローソンのおつまみすっごいもう豊富で、ちょっとね、あのローソンさんにハマるかも。サーモンのキッシュ冷凍であって、それ買おうとしてんけどもこっちに目が行ってしまって、それも買っとけばよかったんけど、ちょっと記憶にない、あの飲んでない状態やねんけど、興奮しすぎて。あと砂ずりガーリックネギまみれとか何十個ぐらいか、もうすっごいいっぱい並んでて、好みのものがいっぱいで、うまっ。すごいな、なんかちょっとローソンって興奮してしまって、やっぱりの一つ一つお値段するから、10個とか買ったら3000円4000円しそうで、ちょこちょこちょっと私そんな食べられへんから、あまりのペッパーライス作りたい思って、家には玄米しかないし、んでこれ牛肉脂身が多いのがいいっていろんな YouTube 見せてもらって、まあ、YouTube ありがたい。贅沢に焼肉のタレはジョジョエンのです。動画であげてないねんけども、一人家飲みいろいろして、あと私、実は鳥貴族さん大好きで、過去にも動画いっぱい撮ってんねんけど、なぜか鳥貴族さん行ったらもう2年前よく行ってて電水状態、しかも寝てしまうことがあって、なんでかっつったらもう鳥貴族さんの釜飯美味しすぎて、釜飯っつったらその時はもう日本酒や、和やから日本酒やっちゅうことで、んで最近行って日本酒はやめて、寝ずに成功して2回ほど美味しくいただきました。ハイボールとかやっていいねんけど、日本酒混ぜたらもう寝てしまうんかな。ハイボールでも寝るときあんねんけど、でこの釜飯セット、もうこれもほんま何回もめっちゃ考えて調べて口コミ見て買ってしまって、これ1号用やねんけど、私 0.7 ぐらいにしていっぱい具沢山でいろんなの作りたい。海の釜飯、鮭と親子の釜飯から鶏ごぼうとかのんべいなんで、おつまみ釜飯です。幸せや、しゃもじもついてて、私楽天ルームもしてて、楽天ポイントがすごいあるから、それも使わせてもらって、また詳しくブログでも書いていきたいと思います。幸せ、ペッパーランチ食べたい、ライス食べたいけど作るのがめんどくさいな。食べ飲み好きやねんけど作るのはもうまあまあ